ああ、シャツって袖まくりすると夏でも使えるんだけど、簡単に落ちてきちゃうんだよな。これどうにかなんないかなと思ってる。そこのあなた、開発しました。袖が落ちないレザーバンド。これ結構コロンブスの卵的な発想だと思います。さらに3シーズン使えるオーバーサイズシャツアウターも同時発売します。はい。というわけで、今回は MB アイテムのご紹介です。7月5日夜9時から発売開始となります。こちらの袖が落ちないレザースリーブバンドと、3シーズン使えるレザーシャツじゃん。3シーズン使えるアウターシャツ。これレザーだったら大変だよ。アウターシャツですね。まあ、コートとしても使えるんですけれども、この2アイテムについて紹介させていただきます。ポイントは3つ。まず1つ目。シャツの難点を改善。袖のたるみから人類は解放された。レザースリーブバンドですね。これ2800円で作りましたというか、2800円で出させていただきます。まあ、誰もが経験したことはあると思います。誰もが悩んでたと思います。シャツ袖まくると、まあ、手首が出てアクセサリーも見えて色っぽい。まあ、手首ってね、曲線ですから、こういう曲線が見えると色っぽく感じるものだし、何よりこういう長袖シャツでも袖をまくれば夏場使えるじゃないですか。で、秋になって寒くなってきたら下ろせばいいだけだしっていうところがあるんだけど、どうしても袖まくるとね、腕って振るもんだからこうやって簡単に落ちてきちゃうわけですよ。これをどうにかしたいと。で、公務員さんとかが何笑ってんねんって話だけど、公務員さんとかが使ってるバンドみたいなのあるじゃないですか。メタル製のバンドもあるし、あとこういうぷっくりしてる経理の人がつけてるやつとかもあるよね。あるんだけど、まあ、そんな感じで、そんなおしゃれ目線のやつってないじゃないですか。そこで、袖止めとしておしゃれなものを作ろうと思ってですね、結構開発を進めていたんですけど、何回もサンプルをやり直してですね、ようやく完成形にたどり着きました。2つで1セットとさせていただきます。これで2つでつまり2800円。レザーって言ってるんですけど、まあ、どうしても本革だと、何かとめんどくさいんで、例えば雨降った時とか水濡れた時シミになっちゃうとか、何かとめんどくさいんで、今回合皮で作ってますけれども、かなり質のいい合皮でですね、風合いとしては本革とほとんど変わらないので、これ見て本革か合皮か判別できる人はいないと思います。で、ゴムをつけてですね、ぐーっと伸びるようにしてあるんですけれども、そんなにめちゃめちゃ伸びるようにしちゃうと、今度はつけた時にですね、ずるっと落ちてきちゃったりしたんですよ。なので、この辺のバンドの調整はかなりこだわって作りました。華奢な腕の人でも、ある程度太い人でも対応できるようにしてあるので、これはね、結構検証したので、ほとんどの人が、9割以上の人が大丈夫だと思います。めちゃめちゃ糸みたいに細い人だったりとか、すっげーパンパンの二の腕してる人とかはもちろん難しいかもしれないけど、そうじゃない限りは対応できると思います。これがどんな風に使うかっていうと、まあ、写真見てもらえばわかるんですけど、こんな感じで、まず袖にはめてもらって、まあ、自分の好きな位置ですね、好きな位置でまくってもらって、こう、まあ、このバンドをあえて見せてもいいと思うんですけど、まあ、見せたくなかったら、こう自然にしたかったら、こうかぶせればいいと思います。上に余った布をかぶせて、もうこれだけで OK ですね。これでもう全然落ちてこない。うおー、ほら落ちてこない全然、まあ、それはそうなんですけど、落ちてこないんですよ。で、ちょろっと見えたとしても全然おしゃれじゃないですか、レザー製なんで。これ結構発明だと思います。で、あえて見せるバージョンもいいんじゃないかなと思ってます。こんな感じで、あえて袖まくらずにアクセサリーとして腕のところにつけてあげてもいいとは思います。まあ、そんな感じの使い方がいろいろできるレザーバンドなんですけれども、まあ、袖まくりから解放、任意の位置で袖を留めることができて、しかも見られてもおしゃれというアイテムなんですけれども、黒系のシャツ用の黒と白系のシャツ用の白の2色を作ったんですけれども、これね、意外と黒に白当てても可愛いんですよ。白系、まあ、ライトグレーとかに黒当てても可愛いんですね。この辺アクセサリーとしても使えると思うので、まあ、レザー調 のいいとこですね。見られても目立っても別にダサい感じ全くないので、すごくいいと思います。なので、こういうオーバーシャツ系は特にそうなんですけど、最近のシャツって袖長いじゃないですか。で、袖長いのがもちろんかっこいいんだけど、まあ、ルーズな印象があってオーバースリーブとかでかっこいいんだけど、ただやっぱりこのダラダラしてるのが気になるっていうのと、あとはまくった時に絶対落ちるっていうのは嫌だと思うので、開発させていただきました。結構どんなシャツでも使えるので、ぜひ活用してみてください。そしてポイント2つ目、今度はシャツの話ですね。オリジナルで製作した素材、アウターとしてもシャツとしても使えるアイテム。
でございます。これも着用写真見ながら説明しますけれども、まず素材ですね、かなりこだわって作りました。オリジナルで作っていただいた、MB アイテムのために作っていただいた素材で、TR のツイル素材、ちょっと素材名言うとマニアックですけど、TR のツイル素材を使っていて、洗ってもシワ残りがほとんどないです。で、洗濯機で全然洗えます。なので家で、ケアができるので、一応手洗いモード推奨ではあるんですけれども、クリーニングに出すまでもなく手洗いモードとして家庭でずっと、ケアができます。そしてかなりのオーバーサイズになっているので、ライトアウターとして使うようです。これ真夏に使うものじゃ全然ないです。春とか秋とかにライトアウターとして使う。そして冬場はですね、かなりもっちりした厚みのある素材になっているので、防寒性もかなり高いから、これ防寒性ね、ジャケットと同じぐらいの防寒性あるので、本当に春とか秋に使って、で、ジャケットだと中に使えないじゃないですか。でもシャツデザインだったら冬場、真冬のコートスタイルの中に入れることができるので、3シーズン使えるアイテムとなっています。アウターライトにポケットをここにつけてあったりするんですけれども、基本的にはシャツのデザインになってますね。シャツのデザインが大人っぽくで、しかもダークトーンなんで大人っぽくなってるんだけれども、オーバーサイズでリラックス感があって、決めすぎにも崩しすぎにもならないっていうところがいいところだと思うんですけれども、それだけじゃなくて素材感、イージーケアの素材と、あとはもう光沢感がすごく強い、いい素材使ってるので、落ち感と光沢感が強いいい素材使ってるので、本当に1枚できてラグジュアリーな高級感のある印象にできると思います。かなり今回ね、素材こだわって作っちゃったので値段結構するんですけれども、ただ手に取ってもらうとこの厚さと高級感、ツヤ感は納得の出来だと思いますので、で、無地じゃなくて今回あえてストライプにしてみました。最近無地物飽きてる人も多いと思うので、でも柄物って何選んでいいか分かんない、どうしても子供っぽくなっちゃうっていう方が多いと思うから、ストライプの柄を使ってですね、スーツライクな印象にはしてあるんだけど、無地じゃないので、地味にならないと。無地のスラックスに無地の T シャツとかにバッと羽織るだけで様になるというところを考えて作りました。これかなりいいアイテムだと思います。で、オーバーサイズの特徴なんですけれども、かなり身幅にゆとりがあるので、中に厚手のニットとか入れることできるんですよ。なので実は冬直前ぐらいまでガンガン使えるので、着る期間としては相当長いと思います。で、このアイテムレザースリーブバンドと組み合わせてあげると、袖をまくってもう半袖に近いような印象でも使えるので、夏の終わりから使えたりとか、あとは春かなり暖かくなる時期まで使えたりだとか、本当に着る期間は長いアイテムになっているので、ガツガツ着て、しかも家で洗えてっていうところが最大の強みかなというふうに思っております。そしてポイント3つ目、2アイテム合わせるとライトコートからシャツまで幅広い期間を網羅できる。これさっき説明しちゃったんですけども、分厚い素材でコートなんだけど、袖まくってしまえば全然春のあったかい時期とかでも使えるので、ぜひですね、合わせて使っていただけるといいかなというふうに思います。このレザーバンドもね、真っ白じゃなくて実はちょっとアイボリーがかった色になっているので、こういう黒系と合わせてもですね、いい具合に喧嘩しないで済むので、非常におすすめでございます。ちょっとこうなんかラグジュアリーブランドみたいな提案に最近 MB アイテムになってますけれども、おすすめでございます。で、こちら NB ハイエンドアウターシャツが 18,500 円、そしてレザースリーブバンドが2800円、2つで2800円となっています。こちらが7月5日夜9時から発売となっています。 MB アイテムはメルマガ会員さん限定で購入可能なアイテムなんですけれども、メルマガ月額550円ですが、初月が無料になっているので、これを買って初月で解約すればお金はかからないです。ただ、なんで MB アイテムやってるかというと、メルマガを登録するきっかけとして作ってるところなんで、ぜひ登録したらですね、このために登録しても全然いいんだけど、一回読んでもらって気に入ったら次の月も継続という形にしていただけるとすごく嬉しいです。はい、というわけで今回は MB アイテムのシャツアウターとレザーバンドの紹介でございました。これ本当にありそうでなかったアイテムの典型だと思うんですよ。かなり助かる人いると思うので、ぜひ使ってみてください。合皮なんて一応汚れたら洗えるっちゃ洗えるんですけど、シャツの上に当然使うわけだから、皮脂の汚れとか絶対つかないと思うので、多分あんまり洗う機会はないと思いますけど、一応こちらもケアは可能なので、ぜひ使ってみてください。こうやってね、これ今白使っちゃったけど、こう、任意の位置で固定できるからね、半袖にもできるけど、七分ぐらいで止めることもできるので、いろいろ便利だと思います。個人的にはこういう感じで使っても可愛いかなと思います。こう片方だけ例えば白、入れてあげるとか、こうアシンメトリーなデザインになってちょっとかっこよくないですか。こういう黒のシンプルなシャツとかが白のこのバンドをつけるだけで
なんかこうアクセントになっていいですよね。こういう使い方もできるかなというふうに思います。シンプルな、なんというかあのブレスレットみたいな感覚で使っていただいてもいいですし、こんなね、ほらなんかデザインシャツみたいに見えるでしょ。すごいおすすめです。ぜひやってみてください。というわけで、今日はこんなところ。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。